許可なくして軍用地内に侵入してはいけないと書いてあるのを知っとるだろうが。うちの暗中のものを盗めば泥棒だが、アメリカのものを盗むのは戦火だ。これがリクイジションライン。目的は空軍による爆撃を含む一切の射撃練習ということになっています。戦前沖縄県という県があったのをご存知ですか？知りません。くそ、沖縄中で土地取り上げだ。アメリカのやり方ひどすぎますよ。おしまい、返せ。働く仲間の皆さん、最後まで団結して戦い抜きましょう。取引しましょう。ストライクに反対してください。仲間を裏切れるか。俺たちの旅券には国籍は琉球人と書かれ、発行者はアメリカの高等弁務官だ。つまりどこの国の保護も受けられない無国籍者なんだ。